誰かが封印を解いてしまったのだ。死者が再びこの世に生まれ出ようとしている。我々と変わらぬ肉体を持って、貞子が、貞子、死んだ人がみんなただの心臓前にしか見えなくて、心臓前もう一人いた。確かに肩をつかまれて。チャットの中にグリーンタワービルの6人は自分が殺したって言ってるやつが。有田は事件のあったあのオフィスでこれを売ってる。10年前に8人を惨殺した凶悪犯だ。名前は有田剛造。有田には死刑判決が下って3年前に執行されてる。恐怖の大王は間もなく来る。今晩11時この空から。確かに誰かここにいたんです。後ろからすごい力で掴まれて。見間違いなんてこと。親やら、見間違いじゃない。本当に誰かいたんだ。何も起きないようですな。一体恐怖の大王とやらはどこに降るんですかな。恐怖の大王はもう降ってきています。間もなくわかる。
美咲の服から、その男の名前が有田でした。なぜ死んだ人間の指紋が今頃出てくるんだ。誰かが殺人鬼有田のふりをしていたんです。そしてそいつはあのフロアからじゃなく別のフロアから私たちと会話をしていた。モバイルパソコンを使って。ちょっと待ってくれ。お前の体につけられたあざは、しかもお前が見た男は、そのまるで幽霊のように消えていった。先生、美咲のこと助けたいんでしょ。あのビルで6人が死んだのは美咲のせいじゃありません。幽霊のせいですって言っても警察が納得すると思いますか。電話して。分かってる、うん、じゃ行ってきます。いってらっしゃい。美咲はどうだ。だいぶ元気になりました。でもまだ顔色が悪いみたいなんで、念のため病院に行くように言ったんです。なんだかお前が姉さんみたいだな。そうですか。警察はまだお姉ちゃんを疑ってるんでしょうか。え、今朝も家の外に。心配するな。俺がお前たち二人を守ってる。先生の真剣な顔、結構頼りない。悪かったな。先生、冗談ですよ。いや、俺が頼りないからさ。いや、頼ます。ことはだね、あれは典型的なマルチプルアウトに過ぎない。しかし確かにカメラには月が赤く変化するのが映ってましたが、あのね、地震の前後には地中から巨大なエネルギーが放出されます。その影響がああいった形で現れたとしても不思議ではない。彼のようなペテン師にね、世間の人が惑わされないようにすることも。ゆうべは楽しませてもらいましたよ。冗談じゃない。あんたが言う通りやったものの、こっちは冷や汗でたよ。偶然地震が来てくれて助かった。偶然じゃありません。何？いずれわかる。恐怖の大王の力はあんなものではない。あんた一体誰なんだ。
礼します。小田先生、科捜研の相原さんです。はい。小田先生、どうした？こういうことって先生の専門分野じゃないかもしれませんが、死刑の執行を受けたはずの人間がまだ生きてるってことはありえるんでしょうか？例えば誰かと入れ替わったとか。まさか。実はグリーンタワービルの事件の現場から3年前、死刑の執行を受けたはずの男の指紋が出てきたんです。え？私自身データベースで調べてみたから確かです。でもそれはきっと何かの間違いなんじゃないかな。別の人間に刑執行するなんてありえないよ。あのビルの事件、ずいぶん熱心なんだな。実は私の知り合いが巻き込まれてて。彼氏？あ、いえ、女子校時代のクラスメートです。うーん。西島さん、西島美咲さん。はい、どうぞ。西島さん、検診の結果なんですが。はい、何でしょうか？それが実は先生に相談したいことがあるんです。いずれ久美子にも話さなきゃいけないことなんですけど。なんだ？今日病院に行ったんです。そしたらこう言われたんです。お腹に赤ちゃんができたんですよって。相手は分かってるんです、同じ会社の人。近々結婚しようって約束してて。そうか。うん。だったら別に俺に相談なんか。その人今度の事件で。あの、亡くなった6人の中にいたのか。でも私を見たいんです。好きになった人が残してくれた子供だから。みんなには絶対迷惑かけないつもりです。もちろん久美子にも。お前が本当にそう思うんだったら反対なんかしないよ。俺でよかったら応援する。どうした？オフィスの真ん中に井戸なんて。あの時美咲はもう一人誰かがいたと言っていた。
俺たちはその男を探し出そうとして、確かにあのビルで誰かに出会った。美咲が見た人間と私たちが見た人間が一緒だとして、でも井戸はオフィスにある何かが井戸に見えたとしたら、井戸に見間違えるものなんてありましたっけ。ここに映った映像なんじゃないか。あやら、あのビルでお前が出会った男も突然パソコンがついてそれから現れたって言ったよな。先生、パソコンの画面から男が出てきたって言うんですか。殺人鬼の幽霊の方がまだマシです。しかしいいか、見ただけで死ぬ映像があるって話もある。呪いのビデオ。ああ、女子高生の噂と今回の事件を一緒にしないでください。いやでも事実、ビデオを見た富士小学院の生徒は死んでいたんだ。ビデオを見たことが原因だとは証明されていません。早原、調べてみてくれないか。美咲たちがパソコンで見る可能性のあったもの、もし美咲の見た井戸や人間がパソコン画面のものだとしたら何か手がかりが。わかりました。明日オフィスに残っているディスクを調べてみます。グリーンタワービルに残っていたデスクはこれで全部ね。あのオフィスに残ってたのはこれだけ。あとこれがハードディスクに入ってたデータのコピー。あなたたち何してるの。あ、いえ、ちょっと頼まれたことがありまして。私も弟おばさんか。どうすんなら男の子がいいな。お前意外と冷静なんだ。何言ってんですか。私も聞いた時はびっくりしましたよ。まあでも先生がいてくれたから安心ですけど。周りの人みんな先生のこと旦那さんだと思ってるね。別にいいだろう、どう思われるね。赤ちゃん見た時ってどうだった。嬉しかった、それはまあ。丈夫で元気に育ってくれ。できれば俺に似ないでくれ。どういう意味かなそれ。ママです。あ、姉ちゃんどうだった。ちょっと話が。申し上げにくいことなんですが、どうもお腹のお子さんの様子が変なんですよ。どういうことですか。西島さん今妊娠3ヶ月なんですが、前の日の検診と比べると成長が非常に早いんです。こちらが前回のエコー写真で、こちらが今回のものですが、これが胎児で、前回のものと比べていただくと。ああ、つまり一体何が起きたんですか。原因は。それがよくわからないんです。今までにこんな症例を見たことがないもんで。これも会社の資料か。これは何やってんだ青木さん。たまにはさ、一緒に昼飯行こうよ。ダメなんです、これ全部チェックしないと。なんだこれ。パスワード入れないと開けないみたいで、この数字なんだか分かんなくて。暗号かな。規則性がないように見えて完全な乱数でもない。
パターンが暗号っぽいんだよな。借りるよ。あのすみません、後で返してください。お医者さんなんて言ってました？ああ、ごく一般的な注意だったよ。あんまり重いものを持たすなとか。じゃあ、はい。いや、お前はいいんだよ。お願いします。あ、これこれ、お姉ちゃんにはいっぱい栄養とってもらわないと。もう健康器。あ、いい肉発見。まだ買うのか。どうした？この子がね、話しかけてくる気がするの。早く外に出たいよって。そっか。先生、これもお願いです。使っていたパソコンはこれとこれと。監視テープに音声は入っていないはず。まさかマイクを通さずに音が録音されたってこと？変なんですよ。成長が異常に早いんです。私産みたいんです。好きになった人が残してくれた子供だから。すぐそばにいます。京都の大王は人類滅亡までの正確なプロセスを私に教えてくれた。人類滅亡とは一体いつ頃なんですか？そうなんですか先生。長くてあと3ヶ月。もう目の前です。帰ってください。調べておられましたよね。相原さん。お呼びですか？突然お尋ねしてすみません。高野舞と申します。高野舞さん。私がこれから言うこと安藤さんなら信じていただけると思って。まもなく私たちの周りで恐ろしいことが起こります。あのビルの事件はほんの始まりにすぎません。え？警察にはあの事件の本当の意味が分かっていません。全く関係のない人を犯人としてでっち上げるか、さもなければただの偶然として片付けるはずです。前の時もそうでした。前の時？呪いのビデオって知ってますか？手にした者の間ではリングビデオと呼ばれてました。見たものは13日後に死ぬっていう。生徒たちの間で噂になってるみたいですか？本当にあるんです。
私の周りでも何人かの人間がそれを見てしまいました。君はまた余計なことをした。何のことですか？勝手に事件のあったグリーンタワービルへ行ったね。高校の同級生が疑われてるんです。ほっとけません。君にはあの事件を解き明かすことはできない。どうしてですか？君にはそれだけの能力がないからだ。そんなのやってみなければわからないじゃないですか。無駄だよ。君には肝心なことが分かっていない。科学では解明のできないことがこの世にはあるんだ。何言ってるんですか部長。呪いのビデオの話を聞いたことがあるかい？噂は知っています。噂ではない。事件は確かに存在した。関わった者たちはその事件をリングと呼んだ。そのビデオは山村貞子という名の23年前に死んだ超能力者が念写したものでした。念写？はい。そういう力を持った人って気づかないけど私たちの周りにはいるんです。もちろん山村貞子ほど強い力を持った人は稀ですが。山村貞子。23年前山村貞子は世間から迫害を受け死にました。その恨みの念がビデオテープに念写されたんです。助かる方法はダビングして二人に見せること。不幸の手紙と一緒です。放っておけばどんどん広がっていく。そのビデオはまだどこかにあるんですか？いいえ、全部破棄されたはずです。確かめたわけじゃありませんか？リングビデオの存在は警察は誰も知らない。なぜ調べさせないんですか？手に負える相手じゃないからだよ。だったら私に調べさせてください。今回の事件と関係が見つかるかもしれません。君はよほど自信があるんだね。呪いのビデオ信じないくらいには。もしそのビデオが手に入ったら君はどうする？もちろん見ます。そして納得のいく説明を見つけます。これがそのビデオだ。私はまだ見ていない。呪いで死ぬのは嫌だからね。見るかね。やはり怖いか。そうだろうと思った。待ってください。見ます。見たら明日まで内容を教えてくれ。私を納得させる説明ができたら君に今回の事件を調べることを許そう。それでそのビデオと今回の事件とどう関係があるっていうんですか？安藤さん、生まれ変わりってあると思いますか？え？一度死んだはずの人間がもう一度この世に生きて帰ってくるんです。まさかあなたはその山村貞子がもう一度生まれてくるとでも言うんですか？ちょっと気になる話を聞いたんだ。これから会えないかな？すみません。どうしても今日中にやらなくてはいけないことがあるんです。そっちに行こうか。あ、いえ。
私一人でやりたいことが。そうか。先生。ん？はい。ちょっと昔のこと思い出して。高校生の頃のこと。おい、どうした？先生、私たちによくこう言いましたよね。友情と好奇心とほんの少しの勇気があればお前たちにできないことはないんだぞって。今でもそう思いますか？ああ、よかった。もしもし、おい、相原。私はまだ見ていない。呪いで死ぬのは嫌だからね。何見てた？これなんだ。呪いのビデオです。勇気があるなら見てみろって。見たのか？見たのか？見れませんでした。偉そうなこと言って、私結局私先生のこと騙してました。バリバリ仕事してるふりして、本当は何にもさせてもらってないんです。私分かってたんです、自分がどんなに無力か。こんなもので自分を試すな。そうじゃないんです。今のままだったら私、美咲を助けることもこの事件を解決することもできないんです。あれだけ口では呪いなんてないって言っておきながら入れなかった。ともかく美咲は生きてるんだ。他に何が必要だ。お前たちに言ったこと、あれは嘘だよ。ほんのちょっとの勇気があれば何でもできるなんて、俺もお前を騙してた。息子は実家に帰ってるわけじゃない。もうこの世にいないんだ。1年前海で死んだ。俺の不注意で。1年前のよく晴れた日だった。俺たちは親子3人で海へ出かけた。カノリは久しぶりの海に夢中になってはしゃいでいた。
その後あんなことが起こるなんて夢にも思わなかった。滅亡など餌なことです。一体どこにそんな兆候がありますか。河合さん、あなたね、本当に未来を予知することができるなら、この前のような曖昧な表現ではなくて、いつどこで何が起きるか、もっと具体的に言ってほしいもんですな。仕方ありません。笠原先生に納得していただくために、あなたの未来を見通して差し上げましょうか。私はノストラダムスから選ばれ、未来を予知する権限を与えられております。大きな火が見える。逃げ惑う人間たちの中に、あなたの奥さんが、それは起きる。ドクター、そんなことあるはずがない。ビデオの内容を教えてもらおうか。すみません、見れませんでした。軽蔑されても仕方ありません。でも私は何とか真相を知りたいんです。もし部長がリングビデオに関する資料を持ってるなら、私に見せていただけないでしょうか。資料などない。あったとしても君に渡すだけ無駄だ。どうしてですか。君には資料の価値を見抜く力はない。昨日君に渡したのは呪いのビデオなんかじゃないよ。何も録画されていない、ただの真っさらのテープだ。君はそれすら見抜けなかった。自分がどの程度の人間なのか、これでよく分かったはずだ。
もしもし。先生、お姉さんが、お姉さんが。どうした、西島。先生、お願い早く来て。お姉ちゃんが、お姉ちゃんが急に苦しみ出したの。そう、だから早く。もしもし。もしもし、西島。どうしたんですか。夕べ徹夜で解いたよ。やっと分かったんだ、あのディスクを開く方法。あの数字が暗号になっていたんだ。数字がアルファベットに対応していた。解いたら単語が出てきたよ。このパスワードを打ち込めばファイルが開けるはずだ。そうだったんですか。こう見えても暗号解読は得意だったんでね。試しにこれからファイルを開いてみるよ。パスワード何だったんですか。リング、RING、リングだ。関わった者たちはその事件をリングと呼んだ。青木さん、開いちゃダメ。え、そのファイル開いちゃダメ。どうして。美咲はどこ行ったんだ。ただずっと答えを探したり、形なき自由を手にしたり、混沌の世代に僕らは生まれたんだし、慌ただしく年を取っていたり、若き日を勝手に美化したり、数日で美咲の子供は急に成長して生まれたとでも言うんですか。山村貞子は私たちの子。
の知らないところでもう生まれているかもしれません。お姉ちゃん、どこへ行ったんだ。ビデオからディスクに形を変えた。